食欲をそそる鉄板焼きステーキ。アクロバティックなパフォーマンスに観光客は大盛り上がり。うちのオーナーがアメリカのパフォーマンス付きの鉄板焼きを導入したらお客様に喜ばれるんじゃないかなってことで。先月31日、建物の老朽化に伴い創業46年の歴史に幕を閉じることになったステーキハウスマウイ。おじいちゃんの世代からやっぱステーキを好んでサムズに来店されたお客様が、その息子さん娘さんのお子様が一緒に来店されるっていう、もう3世代サムズをご利用いただいております。厚さ2センチ余りの特注の鉄板で焼くのは看板メニュー、上質のテンダーロインステーキ。あー、僕はちょっとこれだけ外国からの観光客も。一番美味しいんだ。ハリョハク、チェミック、チェミック、スキヤク。何これ、3月行けるんじゃないかな。ほぼ満席となった最終日。臨場感があって、でコミュニケーション取りながらいろいろ笑いも取ってくれて、子供も喜んで、県民もみんな体験したらやっぱり来たくなるなって思いました。閉まるって聞いて、当時働いたメンバーがみんないるんですよ。コックさんも支配人みんな、だからめちゃくちゃテンション上がってます。そうです、素質感じますね。人々の胃袋と心を満たしてきた46年。鉄板の火は消えても、その味が忘れられることはありません。はい、チーズ。